はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安田でございます。白血病と病生活の気晴らしにね、車の中から動画を配信していきます。この動画でね、白血病が寝てしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、いやー、まあね、今日はね、待ちに待ったですね、歯医者さんの日でございますよ。先週の金曜日やったかな、そう、金曜日やったかな、まあ、スポーツの日やった、その新しく、ね、できた祝日やったから、金曜日でしたね、その24日の金曜日ですよ。その日の夜にですね、その右上奥歯のね、詰め物が取れてしまいましてね、その歯磨きをしている途中でね、こうポロッとね、取れてしまったわけでございますよ。まあ、このね、歯に詰めていた、こっちの歯に詰めていた詰め物がね、取れてしまったのではね、まあ、今となってはね、もうね、何回目やねんっていう。いうほどね、怒ってしまっていることなのでね、もうね、もうこの怒るたびにですね、もう慣れ親しんでしまっている珍事件とね、僕の中ではね、なってるんですけどもね、まあ、この珍事件と言ってますけどもね、この詰め物が取れるという問題はですね、もう思い起こせばですね、今年の1月か2月かな、それぐらいの時だったと思うんですけども、まあ、その虫歯のね、治療からね、始まったんです。僕のね、口の中がすごい虫歯になってしまったんで、その虫歯の治療から始まったわけでございますよ。で、ほんでね、その虫歯のね、治療もね、何回かに分けて、その治療っていうのはね、進めれないほどね、ひどい虫歯やったがためにですね、まあ、削っては詰めて、また別の日に行って削っては詰めてって、ほんで、調子いい日にっていうのは、他のね、虫歯の箇所をね、治療して、で、またひどい時は、まあ、その、こう、削っては埋めてっていう風にね、こうしているうちに、こう、詰めているものがね、こう、通院するまでに、その、持ちこたえることがね、できずにね、取れてしまってたわけでございますよ。まあ、原因としましてはですね、まあ、やれ、その、歯磨きのが強すぎるなどね、その、まあ、僕飲んでいる免疫の寄生剤を飲んでいると、その、虫歯になりやすいから、その、歯が溶けやすくなっているなどね、まあ、様々な原因が考えられるんですよ。もうね、もうずーっともう僕の動画を見てくれてる人らならね、もう耳にタコができるぐらいにね、まあ、この説明はね、させてもらってきました、本当に。もうね、かれこれね、半年以上になりますけどもね、その毎月、毎週、毎日のようにね、その歯の話を聞いてくれている皆様に対してはですね、ほんまに申し訳ございません。ほんまに申し訳ございません。でもね、取れてしまうもんは取れてしまうんですわ。非常に残念になりません。もうね、皆様からね、そのたくさんのコメントでね、そのアドバイスやね、励ましのお言葉をね、こういただいている中でですね、その実際にね、その歯医者で働いていらっしゃる方からもね、実はコメントをいただいてですね、すごく丁寧にその歯科口腔外科の歯医者のね、説明をね、してもらったこともね、ありました。だからなんかね、別にね、その人は悪くないのに、その何も悪くないのにね、そのすごくね、なんか僕のね、この言ってることをね、こう受け止めてくれてる感じがして、ね、本当に申し訳なかったです。もう申し訳なかったんですけども、僕ね、嘘つけないんで、ついついね、ほんまにね、そのついつい自分の体のことはね、こうやって喋ってしまうんですよ。まあ、それもこれもね、その元々の白血病というその病気になってしまっていたがためにですね、まあ、起こっている症状のね、一部なんですよ。なので、その一部っていうところがですね、まあ、こういったこともその体がね、その良くも悪くも変化を知っていっていることを、こう僕はね、リアルで伝えたい一心でね、白血病という病気になってから今のタイミングで今起こっているリアルっていうのを伝えているので、どうしてもこのようにね、生々しく聞こえてしまっているのかもしれません。でも、まあね、その幸いそこまで生々しく聞こえてへんような気もするんですけどもね、まあ、これもね、よくコメント欄で寄せられるんですけども、こんなに辛いのに、まあ、よく明るく元気にお話ししてくれてますよねってね、そのようにね、コメントをね、もらうんですけどもね、まあ、幸い僕にはですね、その大阪弁で明るく喋ってしまう要素がありますので、入院中からなんですけども、これはね、もうほんまにその昔からというか、その YouTube 始めたのもその入院中からやったんで、お前その入院
入院中からやったんですけども、そのことの重大さがね、あんまり伝わってないところがね、あるかもしれませんね。まあ、伝わってるというか、まあ、その使ってる言葉はね、よう聞いてみたら、ね、要所要所の言葉、ね、そのキーワードになってる言葉っていうのは、怖いことばっかり言ってますけども、そのなんかこう、あるじゃないですか。やっぱ明るく喋ってる方が自分も明るくいられるんですよ。でもね、こう伝えたいことは、こう伝えたいので、こうやってね、続けてるんですけどもね、まあ、そんなリアルを伝えてるうちにね、その起こってる数々のタイミングで起こってたうちの今はね、歯医者の話なんでございます。もうこの虫歯の歯医者の話でございますよ。ござるって言いそうになりましたけどね、その虫歯の歯医者でございますよ。よう考えたらね、まあ、先ほども言いましたけどもね、その1月から2月ぐらいからかな、まあ、その虫歯が始まってですね、まあ、半年以上になるんですけども、まあ慣れ親しんでしまってるハプニングなのでね、すごいね、冷静なんですよ、もうね。まあ、こう冷静でね、いられるとね、まあ、歯医者に対するね、不安もね、まあもちろんありますけども、自分の体のことなんでね、痛かったりもするし、ね、ご飯もちゃんと食べられへんかったりするし、そういうところでね、まあこの先体大丈夫なのかなって不安もあるんですけども、まあ、このね、今回の結果をね、次に活かせれるんちゃうかなとかね、まあ、考えるようにね、なってきました。というのもですね、まあその治療というのは、その病院側にね、任せておけばいいんですけども、その患者側というのはですね、まあ、例えばその前回の通院から今までの状況をね、こう先生に、ね、問診でね、必ずね、聞かれるんですよ。例えばこれがまあその白血病やから、僕は白血病やからね、その血液内科なので、血液内科であっても同じようにその問診でね、その前回から今日までのことを話しする中でね、あの前もらったあの薬飽きませんでしたわとか、その皮膚科であってもあの塗り薬めっちゃ調子良かったですわとかっていうようにね、そのこちら側からもいろいろとね、こう提案するもんじゃないですか。まあというか、まあするもんなんですよ。そのなんか今のね、皮膚科の話やったら、あのさっき言ったように、そのこの前の薬良かったです、塗り薬良かったですわっていうことは、もう一回あの塗り薬もらえませんか、調子良かったんでっていうふうに提案することを言うてるんですけども、まああのまあこれもね、まあ、例えば皆さんもね、実際になんですけども、病院に行った時にね、先生との問診の中で、ね、どんなことをねお話されてますかね。あの大体そう聞かれたら答えるよっていうような感じになっていると思うんですよ、問診っていうのはね。でもね、実はね、人間っていうのはね、無意識にね、自分の症状をね、こと細かくこと細かくね、喋ってしまってるんですよ。こうしまってるんですよっていうのは、別に悪いことを喋ってるんじゃないんですけども、これはね、その人間のね、頭の中ではですね、その面白いことが起こってましたね、実際はね。そうやってこの先生からは軽くどうですかって聞かれてることに対して、軽くですよ、軽く聞かれてるようなことに、どうですかって聞かれてるようなことに対してですね、いや先生実はね、ああでこうで最近こんなことがあってね、こんな感じでね、こんな風なことがあってね、こう対処したらね、こう落ち着いたんですわとかっていう風な感じでね、そのまあ先生がね、聞いてきたテンションよりもね、こう多めにね、自分のことをね、喋ってしまうもんですから、もうほんまにね、人間ってすごい面白いんですよ。でこれっていうのはですね、その人間は心身ともに弱っている時っていうのはね、さらにその状況にね、その順位をつけてしまって、その今のね、心身ともに弱っている状況であっても、あの物事ってたくさんのことが起こってるわけですよ。でそれに対して順位をつけてしまって、そういう状況に対してこの何かにすがりつきたくなるもんなんですけどもね、あのこれがね、病気の状況も同じで、僕やったらその今歯医者と、まあ、眼科と、皮膚科ね、帯状疱疹の皮膚科と、まあ、血液内科ね、白血病の血液内科に行ってるわけじゃないですか。でその僕は4つの中でその順位を無意識の中でつけてるらしいんですよ。だからそれっていうのは、先ほども言いました、その心身ともに弱ってる時っていう風な状況に似てるらしいんですよ。でそんなことを勝手に無意識の中で、頭の中で、ね、考えているので、その問診の中でね、先生が軽くどうですかって聞かれたことだけのフレーズの軽いテンションに対しても、その先生ってすごいなとか、何でも分かってくれてるわってなるみたいなんですよ。面白いですよね。自分が勝手にベラベラ喋ってるだけやのにね。でもそれに引き換えですね、まあ僕は歯医者さんに対してはね、まあそこまでちゃんと喋ってなかったんですわ。だからその自分の体に対しても、その歯医者さんに対してもそうなんですけど、その4つの
皮膚科、何か眼科と、血液内科と歯医者に対して、歯医者さんとか僕の体の歯に対しては順位が下やったんで、そこまでね、ちゃんと喋ってなかったんですよね、歯医者さんに対してね。もう喋ってたつもりやったんですけども、なんかこう、なんていうんですかね、なんか虫歯が痛いですわ、歯抜けてしまいましたわとね、まあよう考えたらね、こんな感じのね、薄っぺらい状況をね、薄っぺらい喋り方でね、薄っぺらい状況のようにね、報告してただけやったんですよ。まあ自分ではね、まあめっちゃこうちゃんとね、先生にも伝わってると思ってたんですけどもね、まあこうも悩まされるとですね、こう虫歯でこんなに悩まされるとですね、もっとこっち側もですね、その患者側もね、こと細かくこと細かくこう伝えなあかんかったんやろうなっていう風な感じでね、思うようになってきたんですよ。なので今日はですね、まあ前回そのね、歯医者さんいた時の担当の先生がお休みやった日にですね、こうピンチヒッターでね、そのね、僕の担当してくれてた先生にしてもらった詰め物の方がしっかりしてたので、そのピンチヒッターの先生がやってくれた時の同じ材質のもので、歯を詰めてほしいとね、しっかりね今日は伝えていきます。なので今日はね、その前々から予定されてた後ね、機能法というね、突然現れたね、大気栓の水ぶくれの切除っていうのは今日としては次回に持ち越されるかもしれないので、そのこともね、またねご報告させてもらいますということでね、まあそろそろ時間なのでね、行ってまいります。まあ、そんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。